ブラジルの豪華メンバー発表されたので、感想や注目選手などいれば教えてほしいです。キーパー、アリソン、エデルソン、ベベルトン、ウェベルトン。そっか、まあ、この3人ならウェベルトンでしょうね、うん。で、アウベス、ダニード、アレックス、サンドラックス、テレス、アラーナ、ミリトン、マガネイス、マルキーョスチャウジュ。まあね、うん、ダニード、テレス、アラーナは確定でしょうね。であとはギマランイス、カゼミロ、 で、こっちもダニーロ、ハビーニョ、フレジー、パケタ、コージュ。まあ、パケタ、ギマランイス、うん、フレジーとかかな、うん。まあ、こっちにもあるかもね。で、ウィン・フォワードがジェズス、マルティネン、リクーニャ、ネイマル、ハビーナ、デリシャリソン、ロドリゴ、ビリシシウスあー。まあ、この中だとね、今だとやっぱり、まあ、ネームバリュー的にも、ポップサー的にもやっぱクーニャでしょうね。うん、クーニャは書くて、あとはな、その時の消詞とか、それ次第になるかなって感じっすよね。 と、えー、でも、アリソン・エデルソンだと今ね、ちっちだったらアリソン使うでしょうね。ダニアベスがまだ入ってるのすごいよね、これね。日本相手、うん、だダニエロとアベスだったらな、右アーベス、左じゃ、まあ、サンドロにして、まあ、左守備、右攻撃みたいな。で、マルキーニョス、チアゴシーバー。だから、スリーバックもいけるけどな、でも、このメンツだと、 シアゴシューバー、マガニアイス、でもマルキーニョス行っても風見色がいるからアンカーいるもんね。ミリトンサイドバックもありだもんね。中盤、ね、絶対風見色を入れるから、に、両インサイドハーフを、フレジともう一人どうするかだね、本当にこれは。右フレジ、真ん中風見色して左コーチーニョをすると、まあ、左あれだよね。アレクサンドル上げないでコーチーニョ貼らせるとか、でもまあそういう可変しないしね。 もうオーソドックスに来ると思いますね。あと、このメンズだと、ネイマール左ウィングが使うでしょで、右今だと、ああ、そっか、ビニシウスいいんだ。4231もあんのかねトップしたネイマールして左、左ビニシウスにして、右ロドリゴにして、トップジェズスみたいな。マルテイにはまだこのメンズ入るとね。右ね、ハビーネアも見たいけどね、今の息の良さで使ったらロドリゴだよね。でそしたらダブル・ボランチ・風見ろと、あの、フレジンできるもんね。 なのでちょっと後半ふざけ倒しちゃいましたけど、まあ、前半の真面目な方を切り抜きで使ってくれたら嬉しいです。<laughs> <laughs>